はい、どうも、ホリーです。今日はね、ちょっとね、久しぶりにアークやったんですけど、私、ボケまして、数日間ログインできなかったため、山岳拠点が消えました。ということで、皆さん、アークやるときは、破壊のリミット時間とかを気にしながらプレイしてください。という感じでね。まあ、山岳拠点はもともとなくてもよかったんで、まあ、とりあえずちょっと、ここでゲットした金属鉱石とか本拠点に持ってくんですけど、まあ、その途中で加工とかできたらいいなと思って作ったんですけど、まあ、壊れちゃったらもうしょうがないんで、そのまま、拠点に帰って、まあ、山岳拠点が作れるんで、金属素材とかでして、多分今後やるかもしれませんね。ということで以上、ホリちゃんでした。